はい、どうもケイナンサーです。かなり久しぶりの動画になるんですけれども、これからまたちょくちょくと上げていきますのでよろしくお願いします。今回はこれだけは外せないボーカルミックスに使うプラグイン3選ということで、ボーカルミックスですね、僕がいつも使っている3つのプラグインの紹介とその使い方をですね、解説していきたいと思います。まあ、例えば有料のプラグインですね、いっぱい種類があって何を使えばいいかわからないっていう人や、まあ、例えばミックスを勉強しているけれども、音がなかなか良くならなくて困っているっていう人はですね、この動画最後まで見ていただけると、まあ、何かね、ヒントがあるんじゃないかなと思いますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。で、ちなみに今回は、初心者向けの解説となりますので、まあ、プラグインの詳細な使い方だったり、難しい内容っていうのはですね、ちょっと省いて、解説、まあ、ポイントだけね、押さえて解説していきたいなと思います。もし詳しい解説も欲しいということであれば、また別の動画でね、作っていこうかなと思いますので、コメントで教えていただければ嬉しいです。ではまず音を聞いていただきたいんですけれども、今回紹介する3つのプラグインを使った、ビフォーアフターですね、こちらを聞いていただきたいと思います。で、楽曲なんですけれども、今回はニキさんのイレクトという楽曲の歌ってみた音源を使わせていただいております。で、まずビフォーからなんですけれども、事前にオケとボーカルの音量は、まあ、こんな感じでね、これがボーカルのバストラックでメイン1、2とありまして、でオケのトラックは音量を下げて、合わせております。で、最後はマスタートラックにね、リミッターでまあ聞こえやすい音量に上げているっていうだけの状態ですね。これでちょっと聞いてみてください。サルプログのまま流れてよ、つなぐ思考の中しびれていく、乾く心のまま響かせて、凍りついた世界に甘いで言うかな。はい、という感じになっております。ボーカルトラックのピッチとタイミングの修正は行っているので、まあ綺麗にね、聞こえてはいると思うんですけれども、ミックスという部分で、コンプとか EQ っていうのはかけてませんので、その状態だと A メロ B メロっていうのは、聞こえづらいですし、サビもですね、音量が大きくなってはいるんですけれども、そのフレーズごとの音量差があって安定して聞こえてこないっていう感じですね。で、このあたりを、ミックスの方で綺麗にね、していくという流れになります。で、次はアフターの音源ですね。今回紹介する3つのプラグインを使った後の状態を聞いてみてください。同じような仕様で被るヒーロー諦めて、ネットの上等仕様で拒む少々言葉に刺さった、この B 級のフューチャー答えをもじって曖昧な感情のまれる、この言葉にモザイクをかけて刺さる文学のまま流れ思考の中しびれていく、乾く心のまま響かせて、凍りついた世界に甘いで言うかな。はい、という感じになっています。先ほどビフォーと比べると、やはりボーカルが安定して前に出てきて、フレーズ一つ一つがはっきりと聞こえていますね。あとはそのオケの空間とよく馴染んでいて綺麗に聞こえているかなと思います。たった3つしか使っていないんですが、こんな感じでいい感じになっているかなと思います。ではその3つのプラグインですね、具体的に紹介していくんですけれども、役割としては全部コンプとか全部 EQ っていうわけではなくて、コンプ、EQ、リバーブですね、これを1つずつというバランスで使っています。というのも、そもそもミックスっていうのはダイナミクス、いわゆる音量の調整と、帯域、低域とか高域っていうね、高い低いっていう部分の調整、あとは空間の調整ですね。この3つの要素から成り立っているものが、ミックスっていうものになりますので、まあ、それぞれを調整できるプラグインを一つずつあればですね、ある程度の状況に対応できるということになります。ということで、まず一つ目のプラグインなんですけれども、今回紹介するのが、コンプなんですが、パルサーというメーカーのですね、パルサー1178というものを使っています。で、これですね、ブーレイ1178という、もともとそういうヴィンテージ機材があるんですけれども、それのモデリングタイプでして、まあ、少しミックスを勉強したことがある人であれば、1176っていうコンプは知っているかと思います。こういう形の
黒いやつですね。まあ、これもモデリングプラグインであるんですけれども、まあ、大体見た目はこれと同じになってまして、これが1176っていうコンプレッサーなんですね。その1178のコンプを正確にどんなものなのかとかいうところをですね、正確に理解するには、まず1176っていうね、こちらとの比較っていうのがある程度必要だったりするんですけれども、簡単に説明すると、さっきの1176の後継機にあたったものなんですけれども、まあ、音の特徴としてですね、1176よりもクリーンな音がします。立ち上がりが良くなる、アタック部分がはっきり聞こえるようになる、キレが良くなるっていうようなイメージを持っていただけると分かりやすいかなと思います。ここまでの解説はですね、その1178っていう元々のモデリング元のですね、ヴィンテージ機材の説明になるんですけれども、そこからこのパルサーというメーカーがこのモデリングプラグインをですね、作るにあたってどういったところが特徴になっているかといいますと、かなり現代的な仕様になっています。まあ、まずですね、パッと見でこの上の方にこうディスプレイがあるんですけれども、もともとはこちらのね、下段のまあアナログっぽいですね、この部分だけだったんですけれども、上にメーターだったりこの EQ みたいなのがね、見えてます。コンプを動作させるとこちらに波形で見えるようになってますので、まあ、すごく視覚的にもわかりやすいと。あとはサチュレーション機能がここにあったりとか、ミックスレベルを調整したりっていうような機能があると。まあ、いろいろあるんですけれども、僕が使ったのはですね、ここの4つのつまみと、ここのレシオっていうところだけですね。はい、ここだけを使って設定をしています。では、まず一旦この設定を、完成した設定をですね、ミュートにしまして、ちょっと初めからどんな感じで音作りをしているかっていうのをやっていきたいんですけれども、まずこの素の音がありますと。同じような仕様で被るヒーロー諦めて。はい。この状態だと何もコンプが動作していないですけれども、このインプットっていうところをですね、こう持ち上げていくと、どんどんコンプがかかってくるようになります。で、ちなみにこの上段下段とですね、2つつまみがあるんですけれども、これは L チャンネル、R チャンネル、それぞれを独立させてコントロールできるんですが、今このリンクをした状態になってますので、1つを操作すればもう1つも、上段を操作すれば下段の方も同じように動いてくれるっていう仕組みになってますので、まあ、実質この4つのつまみだけ覚えていただければ大丈夫です。ということで、これを動かしていくんですけれども。被るヒーロー諦めて、レトロジョ。で、インプットを増やしていくと音量が大きくなってきますので、同時にこのアウトプットは下げていきます。レトロ上等仕様で拒む少々言葉に刺さった。はい、今このね、ここが動いてましたけれども、コンプがかかったら、この辺のメーターが動くので、どれぐらいかかってるかっていうのがわかります。で、コンプ量を調整するときにですね、大体一番大きい部分、まあ、サビの部分ですね、サビの部分で、どれぐらいの効きの強さになるかっていう調整をします。かけて刺さるプラグのまま流れてよ。で、このコンプは割と強めに、割と多めにリダクションさせてもクリーンな感じで保ってくれますので、リダクションですね、マイナス 10dB ぐらいを目安にしてもらってもいいかなと思います。であと、レシオなんですけれども、ここを今4対1になっているのを8対1にしておきます。コンプ自体の強さですね、を変えてるんですけれども、まあ大体8対1ぐらいで、今回コンプ1つしか使えませんので、1つだったらまあ8対1ぐらいで十分かなと思います。であと、このアタックとリリースなんですけれども、ここはですね、もう何も考えずにアタックを0にして、リリースを7にしてください。で、アタック0っていうのは、この機種では一番遅い設定になります。アタックタイムが一番遅い状態。で、リリースタイムっていうのは一番早い状態です。詳しいことは、省いてですね、この状態にしとけば、ボーカルの場合安定するっていうところだけ覚えていただければ大丈夫かなと思います。で、あとはこのリダクションのメーターを見て、いい感じの部分を探っていきます。細工をかけて刺さるプラグのまま流れてよ、つなぐ思考の中しびれていく、乾く心のまま響かせて、凍りついた体内に甘い電流が流れた。はい、いい感じですね。バイパスオンオフをしてみて、その元の音がどんな感じで変わっているかっていうのも確認しながら設定していくといい感じに、まあ、差が分かってですね、より詳細に設定詰めていけると思います。同じような仕様で被るヒーロー諦めて、レトロジュケて刺さるプラグのまま流れてよ、繋ぐ思考の中痺れていく、乾く心。
はい、このコンポを使うことでですね、かなり音量が安定しますので、そのサビのフレーズごとの音量の大小とかも今ほとんどなくなっていましたし、 A メロ B メロが小さくなっていたっていう部分もですね、かなり解消されているかなと思います。で、次2つ目のプラグインなんですけれども、EQ ですね。ファブフィルターの ProQ3 というものを使います。すごく僕が愛用しているプラグインでして、もう EQ はこれ一つ持ってたらいいんじゃないかぐらいの、ものになってます。まあいろいろね、EQ もそのアナログ系の、モデリング系のやつもあったりするんですけれども、まあ、EQ って結構その細かい調整をしたりしますので、アナログ系のやつだとあまりコントロールが多くなかったりするので、細かい調整ができるデジタル系の方が最初はいいのかなと思います。このファブフィルターの ProQ3 っていうのは、まあ少し値段は高いんですけれども、操作性がすごくいいです。今ちょっとこれ設定をした状態のものを見てもらってますが、最初に立ち上げた状態だと、はい、こんな感じで何もない真っ黒というのが何もない状態です。で、ここから自分の好きなポイントにこうね、ダブルクリックをすることで、ポイントを作っていけるっていうような直感的な操作が可能です。で、今回の音源の場合ですね、少し線が細い感じがしましたので、低域の方をですね、少し持ち上げるっていうところと、ピークが出ている部分っていうのをちょっとカットしていくっていうような感じの方向性にすればいいかなと思いますので、まあそんな感じでちょっとやってみます。言葉に刺さったこの BQ のフューチャー答えを、このね、中域、今まあ600あたりをちょっと持ち上げましたけど、この辺が少し強く出てますので、この辺のピークを取っていくっていうところですね。でプラスこの下の少しボーカルのその低域の部分は持ち上げつつっていう感じでやっていきます。 あとあれですね、ローカットはした方がいいですね、少しね。同じような仕様で被るヒーロー諦めて、レトロ上等仕様で拒む少々言葉に刺さった、この B 級のフューチャー答えをもじって曖昧な感情のまれるこの言葉にも。あとですね、ヘッドホンで聞いてればちょっとわかりやすいかなと思うんですけども、結構この高域のところで少しキンキンしているところがあるので、そこはピークを、こういうふうにコントロールを絞ってですね、 Q を絞ってカットしていきます。曖昧な感情のこの辺ですね、9300ら辺がちょっとキンキンしてます。愛をもじって曖昧な感情のまれるこの言葉にモザイクをかけて刺さるプラグのまま流れて、この辺、2000あたりもちょっとピークが出ている感じがしますね。この言葉にモザイクそのピークが出てる出てないっていうところは、こうやって持ち上げた時にですね、不快な音がより多く出るかどうかっていうのでちょっと判断してます。モザイクをかけて刺さるプラグのまま流れてよ、つなぐ思考の中しびれていく乾く心のまま響かせて、凍りついた体内に甘い電流が流れたのまま響かせて、凍りついた体内に甘い電流が流れた。はい、こんな感じでポイントで高域を、ちょこちょこちょこっとカットしていきましたので、少しその音の明瞭さみたいなところがね欠けてきたので、この間ら辺をですね少し持ち上げていくっていうようなフォローを入れてあげます。パーにモザイクをかけて刺さるプラグで、ここを持ち上げるとノイズが目立つところもありましたので、それはまあ細かい Q でカットします。プラグのまま流れてよ、つなぐ思考の中しびれていく乾く、まあ、こんな感じですね。こうやってちょっとピークのカットというか、音作りの EQ をしていきますっていう感じで、どんどんね、ポイントを追加していったりとか、簡単なんですよね。あとそのアナライザ機能ね、波形がこうバーって見え、スペクトラムって言いますけれども、波形が見えますので、すごく簡単に使うことができます。で、他にもこの ProQ3 ですね、機能的にいろいろ多機能でして、いろんな設定ができるんですけれども、それはちょっと今回は省いてですね、普通のもう EQ としての使い方だけの紹介に留めますけれども、それだけでも使いやすくて、使う価値のあるプラグインかなと思います。で、最後に紹介しますのが、リバーブなんですけれども、こちらのバルハラヴィンテージバーブというね、僕はもうほとんど
ほとんどの楽曲でもうこれしか使ってないぐらいの、リバーブなんですけれども、これはかなり安いです。50ドルとかそんぐらいだったと思うんですけれども、すごく安いのにすごく音がいいです。プリセットも豊富にありまして、このプリセットからパパッと選べばですね、いい感じの音にしてくれるっていうのもあるので、リバーブ界の吉野家かなと。早い、安い、うまいが、3つ揃っているリバーブかなと思います。まあいろいろコントロールはあるんですけれども、細かいところを覚える必要もないので、基本的にはプリセットを選んで、あとは一番大きいね、ディケイ、まあ、リバーブの長さですけれども、だとか、この EQ っていう部分ですね、ハイカット、ローカットっていう部分とか、まあこっちのプリディレイとかで、ちょっと細かい部分調整していくぐらいでいいです。同じような仕様で被るヒーロー諦めて、レトロ上等仕様で拒む少々言葉に刺さった、この B 級のフューチャー答えをもじって曖昧な感情飲まれる、この言葉にモザイクをかけて刺さるプラグのまま流れてよ、繋ぐ思考の中しびれていく、乾く心のまま響かせて、はい、というような、質感のリバーブを今回選んだんですけれども、まあ、リバーブプラグインの中では割と濃いキャラクターの、リバーブになってまして、例えばその DAW の標準のプラグインだと結構薄味でサラッとしたような空間になる、タイプのプラグインが多いんですけれども、このヴィンテージバーブの場合は、後味が結構残っているみたいな、空間のこう密度が結構あるような音が、得意なリバーブになっています。でこれの設定の仕方なんですけれども、初めから立ち上げてみますと、まあ、初期状態こんな感じになっています。でさっき使っていたのはプリセットで、プレートの中にありますボーカルプレートっていうのをこれまず選びました。でさっきと色が違うと思うんですけれども、ここにカラーっていうのがあって、これ Now とか1980年代70年代ってあって、まあなんかそれぞれのリバーブの感じがちょっと変わりますので、まずはそこをですね体感していただきたいので、リバーブの音だけをちょっと聞いてみますね。この元の音は消して、はい、元の音を消してリバーブの音だけにします。これ今リバーブの音だけになってます。で、これちょっと切り替えながら進めていきますね。どうでしょう、なんかこの1980にした時とか70にした時の方がよりですね、密度が濃い状態、まあ、少し、低域に重心がね寄る感じにはなるんですけれども、まあそんな感じ、よりサラッとさせたければ、Now っていうのを選ぶっていう感じの使い方になります。で今回選んだのは1980を選んでですね、ハイカットを結構つけました。5000円ぐらいだったかな、こんな感じにして、であとディケイ、これリバーブの長さですね、これを少し増やしまして、でプリディレイも増やしました。プリディレイを増やすとリバーブが始まる時間がどんどん遅れていくんですけれども、そうした方がですね元の音とリバーブの音が被らないので、空間がぼやけにくいっていう風なメリットがあります。こんな感じでボーカルの元音と合わせますと、同じような仕様で被るヒーロー諦めて、まあ、こんな感じの音になるんですね。でここから、リバーブの量を、鮮度量を調節していきます。ちなみに、これ今鮮度量っていう風に言いましたけれども、リバーブはですねキューベースだと FX トラックっていうものを作って、でそこにリバーブのプラグインを立ち上げて、ボーカルのトラックに対してこの鮮度っていうところで割り当てるっていうようなあの使い方をします。いわゆる鮮度の使い方ですね。でこの鮮度レベルを調整することでリバーブの強さを調整していくと。レトロ上等仕様で拒む少々言葉に刺さった、この B 級のフューチャー答えをもじって曖昧な感情飲まれる、はい、でリバーブの加減を調整するときは必ずですねオケも聞きながらどんな感じで聞こえるのかっていうのをね、確認していきます。同じような仕様で被るヒーロー諦めて、レトロ上等仕様で拒む少々言葉に、この言葉にモザイクをかけて刺さるプラグのまま流れてよ、つなぐ思考の中しびれていく、乾く心、うん、
そうですね、サビになるとですね、ちょっと空間を広げたいのでオートメーションをかけた方がいいかなと思います。オートメーションをかけたい場合は、センドレベルの部分を右クリックして、ここですね、オートメーショントラックのレベルを表示、こうするとこんな感じで出てきます。でここで、まあ、すでにもう設定してるんですけれども、サビになった時にちょっとこのリバーブの量を上げて空間をより強調させるっていうような使い方ですね。はい、っていうような感じにします。なのでこのヴァルハラヴィンテージバーブ、すごく今みたいに簡単な操作でですね、いい音になりますので、まあ、基本はプリセット選んで、あとはこの辺プリディレイ、ディケイ、EQ の部分とかをちょろちょろっと調整するだけで簡単にいい音になってくれます。はい、という感じですね。まあ、こんな感じでですね、3つのプラグイン今回紹介させていただきました。この3つだけでも結構変わったかなと思いますので、まあ、もし悩んでる人がいればですね、この3つ検討するとか、まあ、今僕がやったような使い方をちょっと自分の持ってるプラグインで真似してみるとかですね、そういったところを試していただければなと思います。ということで、このチャンネルでは DTM に関する Tips の動画とか上げておりますので、もしよろしければチャンネル登録とかグッドボタンよかったらお願いいたします。では今回は以上です。ありがとうございました。